こんにちは、大滝かけるです。プレイヤーをスタジオにお招きしてトークするコーナー、バーンスタープレイヤーの時間です。今日ご登場のプレイヤー、まずはプロフィールをご紹介いたします。1990年7月4日生まれの A 型、北海道北斗市出身の29歳。2011年1月8日北昇優勢力士デビュー。そのデビュー戦で初勝利を挙げました。昨日現在で通算663勝を挙げていらっしゃいます。この方です。柴津新太騎士です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、柴津騎士、たくさんの方からファンの方からねメッセージが来てますので、はい、早速ご紹介させていただきたいと思います。まずお一人目は帯広の菊池真一さんです。いつもありがとうございます。昔の取材記事を読みましたが、小学生の頃は野球少年、その後も陸上やサッカーをやっていらしたそうですが、今でもやっているスポーツなどはありますか？その記事によると野球はどのポジションもできて、陸上では全道クラスの成績だったとか、その経験は騎乗スタイルに何か影響を与えていることはありますか、といただきました。すごいです。まずこれは、まあ、もう本当ほとんど本当ですね、はい、ほとんどということはどっかこれ嘘なの？いや、ほぼ合ってる、合ってます。野球どこでも漏れたんですか？いや、それは中学校時代なんですかね。あ、はい、あ、でも小中とじゃ野球をやっていた。いや、小中はほとんど守ってたけど、高校はちゃんとポジションは決まってました。ああ、ちなみにどこで？そうそう、ほとんど内野手で。内野手、はい。とはいえまだ内野手で範囲広いですね。セカンド、ショート、ファースト、いろいろサーブありますけど、大体最後は最終的にセカンドで、うん、はい、あ、そうだったんですか。で、陸上やサッカーとも書いてあるんですけど、まあ、サッカーは本格的にはやってないですけど、ああ、そう、陸上は小中とやってました、ね。ちなみに陸上種目は何でしょう？得意だったのは長距離です。陸上で長距離って言ったら何メーターぐらいですか？今1500メーターとかもね、世界陸上やってますけど、はい、一番長く走ったのは駅伝で6キロぐらい走った。あ、そうですか。そのぐらいです。いやいや、すごいです、はい、6キロはなかなか走れないと思いますけど、全道クラスの成績っていうのもこれも本当ですか？うん、あ、ここはちょっと、まあでもスポーツ番組、小学校の時は、はい、小学校の時はそういう成績も出てたりして。あ、そうです。で、この方の質問、そういうスポーツの経験が今の騎乗に生きているかどうかということですか？影響を与えているかどうかですか？どうですかね。野球の投げる時はなんか馬の叩く感じと似たところがあるかなというくらいですかね。あの、こう手綱を持ってこう、なんですか、追うというか、これがボール投げる時とか、このスローイングと近い、はいはい。ああ、なるほど。ああ、面白い話ですね。菊池さん、ありがとうございました。はい、続いてちょっとね、どんどんいきましょうね。川崎のプー太郎さんです。メッセージありがとうございます。島津騎士、大滝さん、こんにちは。こんにちは。はい、島津騎士といえば、今でこそやんちゃ娘のフェアリースーツとのコンビが代表馬なのかもしれませんが、私の中では堀千翔とのコンビが一番ではないかと思っています。特に5年前の帯広記念、人気薄の中1着を取り、ファンに大きなお年玉をプレゼントしてくれた時は最高でした。しかもあの時は乗り換わりで初めて騎乗したのではと記憶しております。堀千翔とは晩年いつも島津騎士とコンビを組んでいて、最後までオープン H クラスで好成績を上げてくれました。島津騎士とは結構息が合っていたのではないでしょうか。そんな堀千翔は現在引退して繁殖に回り、たくさんの子を残してくれています。岩本厩舎にも何頭かいますが、堀千翔の子はどんな特徴がありますか？お父さんのどんないいところを受け継いでいますか？また堀千翔の子でこれから活躍できそうな子がいたら教えてください、とメッセージいただきました。どうですか、堀千翔の子供、何頭か。堀千翔の子供は何頭もいないですけど、うん、ちょっとおっとりしたところがあるかな。あ、全体的にそういう性格の馬が多い、はい、堀千翔に似てずんぐりむっくりです。あ、体型、はい、形も、はい、あ、なるほどね。まあ、今はちょっとね、触ってる馬がいないということですけども、はい、これこの後ね、はい、堀千翔2世で、ね、
出てくれば面白いですけどね。はい、プータローさんはじめね、その時はね応援いただきましょう。はい、メッセージありがとうございます。続いてですけども、帯広の高丸さんです。ありがとうございます。こんにちは、いつも楽しみに見させていただいています。早速質問です。島津騎士とフェアリースズのコンビがとても好きなのですが、島津騎士から見たフェアリースズはどういう馬なのか教えてください。少しずつ寒くなってきましたが、お体気をつけてください。これからも応援しています。あとですね、ペンネームがないんですけど、帯広の方で、いつもパドックではフェアリースズの、尻をブンブンがプロペラ並みで痛くないのかと微笑ましく見ていますと。これからも島津騎士を応援していますと。あと東京のバンナの先輩もメッセージをいただきました。ありがとうございます。ちょっとね、やっぱりフェアリースズのお話がね、はい、皆さん多いので、ちょっとここはですね、フェアリースズ VTR 見ながら、はい、島津騎士とお話し進めていきたいと思います。フェアリースズの前走ですね、今日9レース出走しますけども、前走勝った時の VTR をご覧いただきながら、フェアリースズのお話し進めてまいります。VTR ご覧ください。はい、まずはどうですか、まず島津騎手から見たフェアリースズはどんな馬でしょうか。はい、この馬、担当してる人じゃないとすごい他の人が追っかないっていうか感じで、すごい向かってきたりするんで、だからすごい気の荒いっていうわけではないけど、追っかながり屋さん、はい、フェアリースズ自身がおっかながって、怖がってる。そうです。さっきペンネームない方でね、フェアリースズの資料がブンブンと。尻尾はね、あれは何なんだろう、俺もよくわかんないです。島津騎士もよくわかんない。だけど、フェアリースズはそれがしたいんですよ。嫌がってるのか、何なのか。今、連勝中でね、今日、9レース出走ですけど、今日いかがですか。前半が落ち着いてくれたら、あんまり早いレースは得意ではないと思ってるんで、ね、ああそうですか。じゃあなるべく落ち着いた流れになればなというところがあるんでしょうかね。はい、最近連勝中ですけども、そのなんか要因みたいなものは島崎氏感じますか。いやー、だんだん慣れてきたっていうか、そのクラスに、ああなるほど、あとやっぱりそのフェアリースズの体調が一番じゃないですかね。はい、今本当に調子がいいできてる、調子がいいです。はい、フェアリースーツの話をお送りしました。続いて今日の10レースインビクタも出走しますね。あのインビクタの VTR もございますのでご覧いただきましょう。こちらは2走前勝利した時の VTR ですけど、今日も、ね、いい調子というか状態で来てますしね、うん、まあこの馬はもう、うん、ゲート出た瞬間から頑張りすぎる方の馬で、ああそうですか、はい、その前半もうちょっと頑張らない方が、はい、この後半もっと歩けるのかなっていうふうに思ってて、はい、前半のコントロールが大事です。その前半のコントロールつけるのは島崎氏結構大変なところはあるんですか。大変なところはもう本当にさっきも言いましたね、行きたがりすぎるの、それが大変です。いかに前半そうやってこう抑えられるか、並められるか、そこはじゃあこの馬には毎回ちょっと気を使っているところ、はい、折り合いですね、HB に、はい、ただ折り合いさえあればもう力はすごいっていう感じですか。いや力はすごいっていう感じではないんですけど、やっぱり前半の息の入りがもうちょっと自分自身、馬自身でうまく入れられたらなって、はい、よく思います。はい、インビクタ今日のメインレース出走です。ご期待ください。続いて明日ですね、騎乗する馬のお話聞いていきたいと思います。はい、まず明日の9レース島津騎士タカラシップに騎乗いたしますけども、2走馬久々、はい、勝利を挙げましたけど、この馬、まずどういう馬か教えてください。この馬はもうやっぱり障害力が一番持ち味の、それとあと降りてからどれだけ粘れるかが一番の持ち味だと思います。そのあたりは明日もポイントになります。はい、ですね、はい、明日の9レースはタカラシップ騎乗です。そしてメイン10レースは金沢スペシャルの騎乗なんですけども、この馬はどんな馬でしょうか。去年の正月前に一回ちょっと体調を崩してから、なんとか持ち直そうとずっと今まで乗ってるんですけどね、もう少し体調面もいろいろ戻ってくれたらなと思って毎回乗ってます。
明日のメインです茜さんスペシャル騎乗です、ご期待いただきたいと思います。さあ最後にですね、あの馬の話をしてきましたけど、今度はやっぱ島津騎手の話ということで、はい、万円の回想も今第13回に入って、まあ、前半戦今週来週で終わるんですけど、ここまで振り返ってすごいざっくりした質問ですけど、はい、いかがですか。いや振り返って素直なお気持ち、まあ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 、いいです、いいです、そういうのを聞きたかったです、うん、まあまあそんなに満足もせず、うんうんうん、不満もないですけど、うんうんうん、なるほど、不満もないけど満足もせずっていうところはなかなかね、いい言葉だと思うんですけど、はい、ではこの、まあ、後半ですね、はい、どういった目標がありますかね。怪我なく、うんうん、一生懸命頑張りたいです。はい、はい、ですのでね、今季まだまだありますのでね、はい、引き続き島津騎手応援をいただきたいと思います。はい、さてバンスタープレイヤーではメッセージをいただいた方の中から抽選で3位に万円グッズをプレゼントいたしております。今日は、2名の方に、はい、こちらですね、プレゼントをお送りいたします。キャップと T シャツです。どちらかお送りいたします。はい、で、事前抽選で先ほど島津騎手に、抽選していただきました。メッセージいただいた方の中から、帯広市の、ペンネームなしさん、ね、ちょっとお名前ないんですけど、この方と、川崎のプー太郎さんに、プレゼントをお送りいたしますので、はい、到着までお待ちいただきたいと思います。さあ続いてはバンスタープレイヤー次回登場の騎手を選びたいと思います。島津騎手よろしくお願いします。誰ですか。あと誰が少ない、もう6、7人ぐらいなんですね。はい、8人、うん、さあはい、どなたかな。お、2枚重なってちょっと若干忖度が大丈夫ですか。ないです、ないです、ちゃんと見てないで選びました。はい、じゃあお願いします。はい、いや、お客さんに教えてください。あの、僕村上騎手です。村上明騎手次回登場でございます。はい、ありがとうございました。では最後にですね、ファンにメッセージを残していただいてお願いします。これから寒くなっていきますが、万円競馬はまだまだ熱いレースがたくさん続きます。ぜひ本庄帯広競馬場に足を運んでください。よろしくお願いします。本日のバンスタープレイヤー島津新騎手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。